私はね、これは難しいと思いましたよ。一本向きないのに木を育てながら環境を作る、日本中やったことないんですよと。世界的建築家安藤忠雄、彼の代表作の一つがこの淡路夢舞台です。兵庫県淡路市にある淡路夢舞台は複合文化施設として2000年に誕生しました。リゾートホテル、国際会議場、温室植物園など多くの施設を備え、訪れる人々の交流の場となっています。その設計コンセプトは人と自然の共生だと安藤氏は言います。いや、よく本当に緑いっぱいになりましたね。ちょうど1987年ぐらいですから、もう30年か、すごいなと。まあ、この周辺のところに持っていった土の土取り跡なんですけれども、ほとんど一本も木がありませんで、そこを、まあ、世界中の人たちが来る環境を、一度悪くなった環境をもう一回戻すという場所にしたいと。まあ、それには会議場もいるだろうと、ホテルもいるだろうと、いろいろと考えられまして、私はね、これは難しいと思いましたよ。一本向きないのに木を育てながら環境を作る、日本中やったことないんですよと。世界中にもそれほど類がない大きさですので、びっくりしました。だけど兵庫県っていうのはなかなか、その前にね、100年前に六甲山を森にした例があるんです。あれ100年前は一本も木なかったんです。エネルギーのために全部木を切ってゼロにしたところを復活させて、兵庫県側があれができるんだからこれはできると言われて、私はついてきたわけですけれども、やっぱりこの緑だけではダメだと。その前に緑と同時にね、小さいリスとか小動物がいますよね。小動物もやってくる、鳥もやってくる。そうすると緑が大きくなっていると、自然に一体となっていると。でこれだけのいわゆる環境開発をしたところをもう一回環境を戻すという例を見ていただいて、アジアの人たちがこれから環境を開発していきますからね、そこを見ていただきたいと。で何よりも明石海峡橋っていうのはワンスパン2キロ、橋脚から橋脚まで2キロいうのは世界中ないんですよ。この世界一の橋を渡って、そして世界でも類のない環境再生を見てもらうと。そして子どもたちが一日ね、自然とともに遊ぶと、海を見る、森を見る。そしてこの森はどんどん育っていきますからね。そして小動物がいっぱいやってくる、鳥がやってくると。そういうようなこれからの社会の見本だと思って、世界中の人たちに来てほしいと思うんですね。日本からやってくる、アジアからやってくる、世界中からやってくる。そして世界中の人たちがここで出会う、そして自然を考えて次の時代を考えるという場所にしてほしいと。それにしてもね、よく育ってますよね。もう温室が見えないじゃないですか、ね、で温室が見えないぐらいに育ってると。で初め私、だいたい30センチぐらいの木を植えられた時に、起きらんのと。まあ専門家たちは、あとはあなた方の努力だと言いましたね。そのあなた方の努力では兵庫県の県民の方々、そして県の方々、よく頑張られたと思いますね。だからそれを丁寧に育てていくということは、子供が生まれたら丁寧に育てていかないかんということが一緒なので、共にここで環境を楽しんでいただくといいなと思っております。